今回は栄養満点レンジを使った時短メニュークリームドリアの作り方をご紹介します。材料はこちら。ひき肉は茹で汁と一緒に、野菜は茹でて刻んだものを混ぜて冷凍すると便利です。耐熱容器に冷凍しておいた7倍がゆ、ひき肉、野菜ミックスを入れてラップをかけて電子レンジで加熱します。全体をよく混ぜましょう。空気を当てて冷ますような感じで混ぜるといいですよ。食べやすい温度に冷めたらココットに盛り付けます。ホワイトソースを作りましょう。市販の素1本にお湯を大さじ1杯加えて、ダマがなくなるまでよく混ぜます。先ほど盛り付けたココットにホワイトソースをかけたら完成。栄養たっぷりの楽チンメニュー、ぜひ作ってみてくださいね。1回分の量はお子様のペースに合わせて調節してください。